年を取っても若く保てるかという、まあ、問題がありますね。あんまり年を取って若く保つ問題ですけど、まあ、一応年を取って若く保てるかと、これについて私は今年お医者さんとかいろいろな専門家に会って、まあいろいろ聞いてきました。それを簡単にまとめますとですね、まず頭脳ですね。これは年を取ってもどうも衰えないようですね。私が若い頃は頭っていうのは二十歳を過ぎると少しずつ脳細胞が脱落すると聞いてたんですが、これは衰えるという錯覚が衰えさせるわけで、20歳から脳細胞が脱落するって言った人が犯人ですかね。若い時と同じように使うことらしいですね。考えてみれば確かにそうで、若い頃は高校受験もあったりですね、まあ試験なんかがもう半年ごとにありましたからね、一生懸命勉強しましたよ、 ある意味では。だから頭は衰えなかったんですが、現在まあちょっと試験受けるのしんどいですしね、だからまあ興味あることでよいと、いろんなお医者さんに聞いてみますとね、頭のね、それからそのアルツハイマーだとかそういう人に聞くと、まあ、本を読むだけでいいって言うんですよね。まあ、日常的にですね、少しでも頭を使うことを選ぶということが大切だと。女の人の方がボケるのが多いらしいんですけども、やっぱ女の人はどうしてもちょっと交代的になって、もう私勉強してもしょうがないわということで買い物ぐらいしかしないと、まあ、いうことで頭がボケるのが早いそうですね。それに対して男性はやっぱり社会に興味があって、まあ、ニュースを見たり、ちょっとこう議論をですね、経済の議論をしたり、まあ、しますからね、まあ、その分だけ頭がボケるのが遅いそうですね。まあ、NHK なんか見ちゃダメなんで、単にテレビをつけたりすると丁寧に説明してくれたり、まあ、番組によってはバカでも分かるようにっていうような感じでですね、根節丁寧にやりますから、まあ、それはあんまり見ちゃいけないんで、まあ、ニュース番組とか、まあ、ほんまでっかなんかはいいかもしれませんね。知識がつきますから。それでまあ講演を聞きに行くとか、ちょっとこうちょっとだけでもこう頭を使うようなものをこう聞くというのがまあいいらしいですね。で、頭脳は本当に理想的に、まあ勉強したり物事をやったりして覚えようと思ったり、私なんかもね、やっぱり極力覚えようっていう意識はあるんですよね。例えばニュース解説をするには細かく人の名前とか年号を正しく覚えてなきゃいけないっていう意識が強いんで、この前テレビで解説するときですね、日本に降る水の量ですね、自分の頭の中に8000万トンってあったんですけど、違ったな、これ奥だったなと思って喋るのをやめました。ですぐ後に調べましたら6500億トン、あ、よかったな、間違えずにと。そのうちの1割約600億トンを人間が使い、そのうち127億トンが、まあ、家庭用の水だと。私これ今何も見ずに言ってるんですけども、これはこういう習慣をつけようとこう自分で思っております。できるだけ一つ一つを正確に覚えるということに努力しようと思っております。まあ、そうしますと自分も楽しいですしね、まあ、これが頭であります。体ですけども、運動に使う特殊の筋肉、例えばオリンピック選手の筋肉とか、こういうやつはですね、衰えるらしいんですよ。ところが日常生活に使う筋肉とか骨とかいうのは、そのくらいのレベルだったらやっぱり人間ですからね、衰えないそうですね。ただ若い時と同じように使うことが必要だということと、まあ、最近知ったんですけど、ストレッチっていうのは使った後の筋肉を休めるのはいいけども、まあ、年を取って筋肉が弱るとか足が弱るときはやっぱり運動がいいって言ってましたね。負荷のかかる、で階段降りるのが一番いいんだっけですけども、膝が痛くなると階段降りれなくなるので、膝が痛くなるまでに階段をよく降りて使うっていうことですね。それで例えばカルシウムなんかもよくですね、おばあちゃんがですね、孫に、あなた成長期だからカルシウム食べなさいなんて自分の小魚を孫にあげたりしておりまして、これは大変いいことなんですが、年を取っても骨は入れ替わりますからですね、年を取ってもカルシウムを取る必要があります。それから念のために言ってきますけど、被曝によるがんですね、これはまあ年を取っても起こります、同じように。ただ若い人の方が感度が高いというだけですから、やっぱりお年召しても被曝は気をつけた方がいいんですよね。ですからこれを体を総じて言いますとですね、やっぱり我々は年を取ると体を使わなくなりますよね。きついからと。きついのは多分年取っても若くても同じなんですよね。そういえば私若い頃でも電車に乗ったら椅子に座りたかったですよ。だけどもなんか格好つけて椅子に座らなかったりしましたけど、年を取るとキョロキョロと探して椅子に座ったりして、まあ年だからなって言い訳するとこれらしいんですね。体もやっぱり積極的に動かして肉を食べ、カルシウムを取れば、
やっぱりあんまり生活上は衰えないようですね。それから心はもうこれ完全に変わらない、これはまあ確かだと思いますね。新鮮な心、興味を持つこと、まあ、心というのは頭脳なんですけども、これはまだ未完成ですので、少年の気持ちを80歳まで持つことができるそうですよ、ね、だからもう新鮮な気持ちでいるということですね。赤ちゃんなんか見ますとね、本当にこう水遊びでもキャッキャ言って楽しく遊ぶでしょ。ちょっと年取るとあのキャッキャ騒ぐのはできないですが、幼稚な心でいるってことはできますよね。で、禁句は年だから、これは、ね、言い訳らしいんですよ。年だからもう勉強しない、年だから運動しない、年だから疲れるっていうのはただ単なるあの言い訳らしいですね。ですから疲れてもこれは年ではないと、少し思い出さなくても忘れ物してもこれは年ではないというふうに思うことだそうですね。ということで私がちょっとですね、日光浴をちょっとしたり、まあ、1日に15分ぐらいですけど軽い運動をしたりですね、階段の上り下りしたりしてみると、わずか2ヶ月ぐらい、今年の3月から4月ぐらいちょこちょこってやったらですね、今まで階段登るときに最後の5段ぐらいが辛かったんですけど、もう辛くなくなってですね、なんとなく調子良くなってきて、あれ？こんな20年もほとんど仕事、運動もしないでサボってきたのに、ちょっとだけでいいのかなと思いましたね。まあ、特にですね、私が思うには、体とか、おかしいんですよ。体と頭はですね、若くしようと思って一生懸命勉強したり、運動したりするとみんなが褒めてくれるんですけども、心はね、少年のように振る舞うとね、あいつは年なのに年以外もなんかあんなことしてって言われますね。非難されますので、そこちょっと要注意かもしれませんね。まあ、いずれにしても、最もいけないのは、年のせいで忘れっぽくなった。年のせいで疲れやすいと言って、少しずつ運動を減らす。年のせいで忘れっぽくなったと言って、勉強しない。年のせいであんまり最近興味持てなくなったと言って、映画を見に行かないとか。こういうことだそうですよ。まあ、男女関係難しいんですけどね。まあ、全体としてはそういうことです。で、まあ私としては年を忘れて体が壊れてダメになったりするまではですね、あ、自分は30歳だなと思って生活をし、体が壊れた瞬間に、あ、俺は30じゃなかったというふうに思うようにしています。ところで、比較的今年は積極的にこういうことをずっと聞いて回ったっていうか、チャンスがあったら必ず聞いたんですが、そこでですね、私が最近ブログに書いてる血圧はとかなんとかのとか、それに通じるんですけども、やっぱり随分、まあ、お医者さんだけじゃないんですが、専門家に騙されてきましたね。頭脳はダメになるだとか、まあ年取ったらどうなとかって言ったことを教わったためにですね、年取ったら年相にしなきゃいけないと思って、いろんな制約をしてきたようにも思います。ただ今年私がいろんなことを聞いたのも現在の学問ですから、これもまた間違ってて、もう一回ひっくり返るかもしれませんけどね。まあ、いずれにしても当面は私は若々しい心を持って、まあ、できるだけ勉強っていうか、いや、辛い範囲じゃなくて勉強し、勉強もですね、少しずつ少しずつし始めると楽しいもんなんですよね。これは何でもそうなんですけども、人間というのはやり始めると楽しいもんなんですね。ですから、まあ、運動もそうですし、それから、まあ、例えばちょっとでも外に出てみるとか、それからなんか自分が今までしなかったことをしてみるとか、まあ、最初はどうせうまくいけませんけどね、まあ、1年ぐらいやってなんとなく、そういうことをしたらですね、人生楽しいと思います。私しょっちゅう言うんですけど、老婆の時間っていう私のね、随筆があるんですけども、縁側に座って日向ぼっこしながら、自分の家の前の狭い道を行き来する若い人を見ながら、ある老婆が、あの人たち忙しいんだわね、とこう言うと。しかし私はですね、その老婆の1時間も、その道を忙しく行き過ぎる若い人の1時間も、同じ人生の1時間だろうと思うんですね。ただ、老婆が 何を錯覚してるかって、みんなが、あなたは年寄りだから、縁側でじっとしてりゃいいのって言われるからそうするんであって、やっぱり同じ価値の1時間を、同じ価値のように使ったらどうか。これは私の若い頃の作品ですが、今でもそう思いますね。ですから、まあ、もちろん、年を取ればそれほどガツガツする必要はありませんが、しかし、若い時の1時間と、今日の1時間は同じ自分に価値があると思って、過ごすとですね、楽しく過ごせると思います。それから、まあ、年を取りますと、どうしても自分に自信ができて、
人に説教するようになりますが、これは非常に、避けなきゃいけない注意でしょうね。自分の考えていることは正しくないと思うこと、まあ、これがですね、一つは生き生きと生きることじゃないかと私は思います。